俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、お話ししていきますのが、結構ね、僕のコメント欄とか、ツイッターのリプとかで、ちょいちょい言われるんですけれど、スコアさん、コアコードが、8月の20日に終わるらしいですよ、みたいな、そんな話をですね、まあ、よく僕のところに送ってくる人がおって、それについて話してください、みたいな、いうふうに言われるんですよ。まあ、そこで今回は、それについての解説と、まあ、皆さん分かっているとは思うんですが、終わらんす。はい。なんでこういうような流れになってしまっているのかっていうのを、今回話していこうかなと、はい、いうふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれども、まあ結構ですね、多分 TikTok ぐらいから発信された、まあそういう情報かなというふうに思うんですよ、多分。と思うんですが、まあそういうふうに言われてしまうような、とあるですね、出来事っていうのが、まあついこの間ですね、まあ昨日、おとといぐらいにありました。まあ最近ですね、皆さんもご存知だと思うんですけれど、まあ Apple と、その Fortnite のですね、まあ開発元である Epic Games が今ね、バトルをしていると、そういうふうになっていると思いますね、はい。まあ現状その中国と提携している会社が Apple と戦っているっていう構図ができておりまして、まあ、エピックゲームズ以外もその中国と提携している海外の企業っていうのはなんかですね、そのアップルに喧嘩を仕掛けてるみたいな、まあ中国の操り人形という風になってしまっているわけなんですが、まあアップルの方がですね、それに対抗してなんとですね、もう一つとあるですね行動を起こしたんですよ。まあそのストアからそのゲーム自体を削除したっていうのは、まあ皆さんもですねご存知だと思うんですが、それともう一つエピックゲームズが出しているですね代表的なものとしまして、まあゲームの他にゲームエンジンというのがあります。まあゲームエンジンとは何かっていうと、まあそのゲームを作る上での、まあ柱骨みたいな、家で言う大黒柱みたいな、まあそれがなかったらもう成り立たないみたいな、まあもので、開発するときはまず、そういうゲームエンジンというのを元にして、そっからゲームを組み立てていくみたいな、まあそんな感じでやっているんですよ。はい。で、このゲームエンジンを、まあ自分のところで作っている会社も、まあたまにはあるんですけれど、まあ基本的にこれを自分で作ると、ものすごい時間と労力とお金がかかっちゃいますんで、まあなんか自分で作るのって無駄なんですよね。はい。正直。はい。ですので、まあそのゲームエンジンっていうのを人の会社から買って、でそれを元にそのゲームを開発していくっていう風な流れがですね、まあ今一般的なんですよ。まあそれは海外の企業でも日本の企業でも、まあどこも等しくそんな感じでやっているっていうわけなんですが、そのエピックゲームズが出しているゲームエンジンであるアンリアルエンジンっていうのがあるんですよ。はい。まあ結構これを使って開発している、まあ、ゲームとかゲームアプリ、そのコンシューマーの例えばプレステ4とか、あとですね、スイッチとかパソコンのゲームとか、普通にそのスマートフォンゲームとかも、まあいっぱいあるわけなんですが、なんとこの度、まあApple がそのアンリアルエンジン自体をバンしたんですよ。はい。まあ、アップルではもう、そのアンリアルエンジンっていうのは、その使えませんよと。うん。エピックゲームズっていうのはですね、まあ、他の会社もそうなんですけれど、その普通のアップルアカウントじゃなくて、開発者用のアカウントっていうのを持っているんですよね。はい。ゲームを開発している会社は、まあ、ほぼほぼ持っている、その開発アカウント。はい。その開発アカウントがなければ、まずですね、まあ、アップルの方にゲームの方を出展することができないと。またそしてですね、まあ、その最新の iOS を使ってですね、ゲームを制作することもできなくなると。まあ、そしてもう一つ、今言いました、まあ、アンリアルエンジンですね。はい。ゲームエンジン自体の開発っていうのもできなくなるというわけで、まあ、事実上のその、アップルにおいての、まあ、アンリアルエンジンを使ったゲーム開発が、ほぼほぼ不可能になると、はい、今後なっていくっていう風になっておりまして、まあ、この流れがあって、大体このアンリアルエンジンっていうのは、まあ、3D を使ったゲームだったり、まあ、主にですね、シューティングゲームとかで、まあ、使われがちな、まあ、シューティングゲーム以外でも全然使ってるゲームあるんですけれど、あの、パワープロのね、サッカー版とか、まあ、アイマスとかですね、まあ、いろいろあったりするんですけれど、まあ、結構そういう大事なですね、ゲームエンジンの方が使えなくなってしまって、特にその FPS 界隈とか 3D を使ったですね、まあゲーム界隈で今ちょっと開発環境の方が大打撃を受けているというわけですね。で、この流れがありまして、まあ、コアコードももしかしたらそのアンリアルエンジンを使っているから今後開発が難しくなるんじゃないかっていう風に、まあ、今回ちょっとまことしやかに言われてしまったというですね、その流れがあるから、まあ8月20日エヴァンゲリオンが始まる、コラボが始まるその日に終わるんじゃないかっていう風に言われていたわけなんですが、これね、終わらん大丈夫です。そのね、確固たる証拠というのが、まあ、あるんですよね。はい。まあ、それがですね、あの、コアコードだったりとか、まあ、中国のゲーム会社、まあ、ネットイースもそうですし、あと、まあ、テンセントもそうですね。まあ、その他にも中国のゲーム会社っていうのは、まあ、いっぱいいろいろあるんですが、基本的にですね、中国企業っていうのは、まあ、あまりアンリアルエンジンを採用しない傾向にあります。まあ、もっともですね、まあ、その、すべてがっていうわけではなくて、まあ、一部その採用されているゲームもあって、まあ、これはまた後で話していくんですけれど、まあ、基本的に中国企業っていうのは、アンリアルエンジンじゃなくて、ユニティっていうですね、ソフトを使って、ゲームエンジンを使ってですね、まあ、ゲームを開発していることっていうのが多いです。はい。で、コアコード自体も、まあ、おそらくですが、ユニティを使って開発している。まあ、もしくは、まあ、ネットイース特有のネットイース社が作って、
ったゲームエンジンを使って開発している。この二つどちらかじゃないかっていう風に、まあ、ずっと言われております。まあ、ですので、今回の、まあ、アンリアルエンジンの方の規制には、ほぼかからないだろうなと。はい。そのように、まあ、思われるんですよ。まあ、もしかしたら、そのネットイース特有のゲームエンジンが、実際はアンリアルエンジンの丸パクリで、まあ、本当はアンリアルエンジンだけれども、使ってないですよっていう風に、ちょっとごまかしているっていうですね。まあ、その可能性というのも、まあ、否めないんですけれど、まあ、このね、ゲームエンジンに関することに関しては、まあ、ほぼほぼ大丈夫かなと、はい、いうふうに思われますね。で、このゲームエンジン、アンリアルエンジンっていうのを、まあ、使って開発しているゲームっていうのはやっぱ FPS 多いって言いましたが、まあ、その中に例えば、フォートナイト。はい。まず、フォートナイトはまあ、まあ、言いました通り、まあ、Apple のスターの方からバンされたと。で、もう一つは、PUBG モバイルですね。はい。PUBG モバイルは、アンリアルエンジンを使って開発されています。まあ、PUBG 自体、PC 版の方もそうですし、モバイルの方もそうですし、どちらもアンリアルエンジンを使って開発されているゲームなんですよね。はい。ですので、終わりましたね。PUBG 結構終わってます。やばいです。はい。なんで、まあ、日本におけるスマートフォンゲームの、まあ、FPS、ガンシューティングゲームは、今現状ですね、荒野行動一強になったと言ってもですね、今過言ではないんですよ。はい。PUBG も厳しい。フォートナイトは削除された。他のゲーム、まあ、COD モバイルはちょっと日本じゃ弱いですからね。と考えると、まあ、荒野行動が、今、アプリゲームのですね、シューティングゲームは、日本国内において、まあ、トップになってるっていう状況なんで、むしろね、荒野行動終わるんじゃなくて、今、追い風が来ているっていう、そういうような状況になっているんですよね。はい。まあ、なんで、まあ、おそらく終わることはないかなというふうに思われます。で、まあ、荒野行動で開発っていうとですね、やっぱり銀杏さんじゃないですか。はい。その銀杏さんがですね、最近ですね、出されている、まあ、求人の方、まあ、荒野行動の、まあ、公式だったり、ネットイースの公式も出しているんですが、まあ、銀杏さんも改めて出している求人があるんですよね。はい。スクリーンショット。それを見ていってですね、僕が思ったこと、これを最後に話していこうかなと思います。まあ、パッと見て思ったことは、条件がですね、厳しすぎますね。はい。荒野行動界隈で、この条件を満たせる人、もうほぼほぼいないと思います。この条件を満たせる人は、満たしている人は、多分、荒野行動をね、やってないと思うんですよね。はい。まあ、ゲーム自体を触っていないか、まあ、それか、まあ、パソコンのゲーム、例えば、今で言うと、バロランドとか、まあ、エイペックスとか、まあ、シージとか、まあ、シージはあんませんかな。うん、まあ、そこら辺の、まあ、ゲームをしていると思うんですよね。まあ、その、これぐらいのね、まあ、なんか条件の人って、そもそも FPS を僕触らない、そういう印象がありますんで、まあ、どういう条件かっていうと、まあ、その、かいつまんで言いますね。まず、中国語を話せる人ですね。はい。もうこの時点でかなり少ないですよ。かなり少ない。まあ、そして、なおかつですね、まあ、その、芸大出身で、学士号以上の学位を持っている人。そのおらんでしょ、そんなやつね。もうこの二つでもうね、すでに無理なんですよ。うん。荒野行動界隈で、そんな人は多分いないと思う。中国語を話せる人までやったらおると思うんですけれど、その、芸大出て、それで学士号以上取っている人。はい。まあ、大学院行って、なおかつ、そこでも成績を出されているような人は、多分、荒野行動みたいなゲームじゃなくて、まあ、やっていても、まあ、パソコンのゲームをしていると思いますね。そういうゲームをしていると思いますし、まあ、プラスして、まあ、なんて言いましょうか。そういう人って、そもそも仕事が楽しかったりとか、まあ、生活が楽しいみたいな人が、まあ、多いですから、そもそも荒野行動の界隈で募集することが、まあ、僕は間違ってるんじゃないかな、というふうに思いますね。今やっている人で言うと、例えばフリーランスでね、仕事をしていて、みたいな、そういう感じの人で、まあ、フリーランス用の、まあ、求人サイトみたいなのもあるんですけれど、まあ、そっちの方でですね、まあ、適当に仕事をして、ぼちぼち稼いで、まあ、個人で楽して、まあ、仕事をしているような人が多くて、まあ、中国企業って結構ブラックなんですよ。ブラックで有名で、そういったようなですね、まあ、中国企業にわざわざその、縛られてまで働こうと思うかって言われたら、僕はノーだと思うんですよね。はい。まあ、ですので、まあ、条件面で言うと、まあ、ちょっと、荒野界隈で探すのは難しいですし、まあ、その、例えばいろんな縛りがあるわけじゃないですか。まあ、中国の方に行かないといけないとか、まあ、あとですね、まあ、年収も、まあ、700万いかんぐらいですね、680万とか、615万とか、まあ、そこら辺になるんですけれど、まあ、やっぱ、条件と、またそのですね、縛りっていうのを、まあ、その考えて、加味して考えると、釣り合わんですね。はい。600万、700万で言うと、まあ、月50万プラスのボーナス100万とか200万でしょう。うん。それで中国まで行って、それぐらいの、まあ、学歴を持っていて、で、なおかつ中国を話せる人っていう風になると、多分ね、もっと条件のいい場所があると思います。普通に1000万を超えた収益、収入っていうのを、まあ、得られますし、まあ、そしてですね、そういう人は、そもそもその、雇われてまで働く必要がないんですよ。はい。なんで、まあ、条件的に言うと、まあ、割に合ってないのかなっていうのが、まあ、僕の正直なところですね。だから僕はもしもね、これぐらいのスキルを持っているのであれば、もしも仮に僕が持っていたとしたら、まあ、ぼちぼちね、クラウドソーシングとかで、まあ、ネット上で、まあ、仕事をね、単発でやってくださいっていう風に募集しているやつなんて、まあ、いっぱいありますんで、それをしながら、まあ、自分で起業しますかね。中国語も話せるのであれば、例えば、動画を作って、YouTube に投稿して、みたいな。このスキルがあればね、普通にその、余裕でね、YouTube 上で、まあ、年収1000万円以上。なお
かつ自分でもちょいちょい仕事をしながらっていう風に考えると1300万ぐらいはですね稼げますもんね。1300万ぐらい稼げるスキルがある人が果たしてまあ600万円700万円ぐらいで会社に縛られて中国に行かされて働くのかって言われたら僕はノーだと思いますんで、まあ条件的には合ってないのかなと、これでは見つからないなという風に僕は見ていて思いましたね。このスキルだったらもっと稼げますし、中国なんかにねわざわざ行く必要もないですし、もちろんそのネットイースってすぐ昇給するんですよね。給料が上がることで有名なんですが、まあそこでね給料を上げるために頑張るのであれば個人で仕事をして頑張った方が伸びしろっていうのが大きいので、2000万円でも3000万円でも狙えますから、うん、そっちの方が全然いいですからね。まあそういう部分で考えてもちょっとまあ我に合っていない求人だなというふうに、まあ、これを見て思いましたといった形ですね。はい、まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録高評価通知のオンよろしくお願いします。 Twitter やってます。フォロバしろと言われたらフォロバしますのでよろしくです。 TikTok、ミルダム、そちらの2つやってます。ミルダムの方では全てのリスマラライブやっておりますので、リスマラの恩恵得たいなという人そちらよろしくお願いします。最近ですね、まあ動画の間とかあと動画コメント欄でまあギフトカードがもらえるようなキャンペーンの方やっておりますので、よかったら参加してみてください。 LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくお願いします。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画上げてますので、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。